ナピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、 YouTuber の皆様、お元気ですか？ふなぴーも元気でしょといった感じでやってきますね。はい、今回はね、ライトオン行ってまいりました。こちらですね、ロングニットワンピでございますね。よいしょ、結構長い、こんな感じかな。はい、商品名がスリットニットワンピ、ワンピでございます。サイズが L、 色は COL ブラックですね、0099。お値段は税込み3850円のところ、お値下げされて1639円になっておりました。素材はアクリル 100% でございます。程よいゆったりシルエットのニットワンピースでございます。ちょっと分かりづらいですけどね、深いスリットが特徴的な1枚ですよ。実はこれね、前後 2A 仕様で、前スリットだけではなくバックスリットになることも可能なのもポイントですね。目が詰まったしっかりしたニットに縦方向の縫い目がセンターシームとスリットでストンと寸胴になりがちになってしまうロングニットに、縦のラインですっきり感をプラスされております。締め付け感のないリブのクールネック、ゆとりある長袖、袖口はリブになっております。裾もリブですね。こちらね、やっぱりパンツやね、ロングスカートなどにね、合わせた自由自在な着回しができそうですね。これは楽しみだ。まあ商品名がね、ワンピってなっておりましたけれどもね、大人女子としてはこのちょっと深いスリット入ってるんでね、ワンピースと着るにはちょっと厳しいですね。そしてもう一つアイテムがございます。このね、ニットを購入した時にね、やっぱりこれは欲しいと思ったアイテムなんですね。はい、こちらです。パイルベルハットでございます。商品名パイルベルハット、ゼブラ柄でございますよ。サイズがフリー、お色が COL9099 ね、何度も言うようですがゼブラ柄でございます。はい、お値段が税込み2750円のところ990円にお値下げされておりました。素材がポリエステル 50%、 アクリル 30%、 ナイロン 20% となっております。オールシーズン使えるストレスフリーな被り心地がポイントのベルハットでございますよ。バケットハットに比べてトップの部分が丸まったシルエットがポイントですね。カジュアルなコーディネートのアクセントにゼブラ柄を購入しました。はい、こんな感じですね。といった具合で、こちらのスリットニットワンピコーディネートしてみたいと思います。乞うご期待。ボトムスはサテンプリーツスカートとコーデしてみました。こちらね、ワンピースではちょっと着用できないっていう意味があるんです。ゆったりとしたシルエットにセンターシームと、こちらのね、深いスリットが特徴のロングワンピースでございます。ところがこのスリットね、結構深いんですね。こうお尻が見えちゃうんですね。はい、こんな感じでね。だからフナピーはボトムスが履かないといけないわけでございます。だから足のね、長い人だったらワンピースできたら本当素敵だと思います。トレンドのレイヤードスタイルを楽しめるのもいいですし、色をリンクさせて楽しむのもいいと思いました。なんでサクサクいっちゃおうと思います。で、とりあえずこちら今前ですね。で、変えると
はい、こんな感じですね。前にスリットが来て、これもね、ボトムスが見えるのもいいですね。はい、じゃあ次行ってみましょう。帽子は今回購入したパイルハットですね。ゼブラハットでございます。白のスヌードをつけてローファーですね。こちらでカジュアルコーデになったと思います。はい、次いっちゃいましょう。フェイクファーを巻いてパイピングコートを着てフェミニンコーデです。はい、こちらですね、シルバーの色とこちらのシルバーの色のバッグをつけて切れ目コーデです。実はこれ昔着てたワンピースです。はい、次行ってみましょう。ボトムスは島村さんで購入したイレヘムスカートとコーデしてみました。赤色の入ったスカーフと赤いバッグで色をリンクさせてみました。はい、次行ってみましょう。クローゼットのベージュのプリーツスカートと付け袖をつけてフェミニンな感じのコーデにしてみました。で、どちらかというとバッグより前の方のね、スリットの方が綺麗に見えると思って前にしてみました。まっすぐのね、センターがいいですよね。すっきり見えます。はい、次行ってみましょう。クローゼットの明るい色のパープルのパンツとコーデしてみました。黒ってね、何でも合うからいいですよね。こうやってね、ちょっと冒険してみるのもいいと思いました。では次行ってみましょう。ライトオンのデニムパンツとブーツはフロントレースアップのブーツとコーデしてみました。これはもうカジュアルコーデですね。寸胴になりがちなロングニットですけれどもね、いろんなアイテムを使ってやるとすっきり着用することができると思います。はい、これでフナピーのライトオンで買った商品の説明とコーデ終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しいございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ。また見てねー。